サッチ・サンダースは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。ニューヨーク出身。アメリカ男子、プロバスケットボールリーグ NBA のボストン・セルティックスに13年間にわたって在籍し、コーディフェンダーとして、計8回の優勝に貢献した。背番号、16は、セルティックスの永久欠番となっている。サッチ・サンダースこと、トーマス・アンレスト・サンダースは、大学は、 ニューヨーク大学でプレー1960年の NCWA トーナメントでは、同行フィナール4にまで導いた。この大会では、当時のカレジスター、ジェリー・ウェストとオスカー・ロバートソンが注目を集め、彼らが所属するウェストバージニア大学と、シンシナティ大学による決勝が期待されていたが、サンダース率いるニューヨーク大は、ウェストのウェストバージニア大を、 リージョン準決勝で破るという波乱を起こしている。サンダースは、ロバートソン、ウェストラと共に、トーナメントのオールチームに選ばれた。1965年に卒業したサンダースは、平均得点、フィールドゴール成功率、リバウンド数など、いくつかの部門で同行の新記録を作った。1960年の NBA ドラフトで全体8位指名を受けて、 ボストンセルティックスに入団。当時のセルティックスは伝説的な8連覇時代の真っ只中にあり、サンダースはルーキーイヤーから優勝を経験している。サンダースは2年目にはローテーション入りし、11.2得点9点をリバウンドまで数字を伸ばすと、以降毎年平均10得点8リバウンド前後を記録する選手としてチームに貢献し、1965から66。 シーズンにはキャリアハイとなる12.6得点を記録した。サンダースは1 9 8五キ9 5ラムと体格では決して恵まれた方ではなかったが、450試合以上の連続出場を果たしたようにタフな選手であり、毎晩彼よりも大きな選手をマークし、高ディフェンスで苦しめた。セルティックスと毎年のように NBA ファイナルで激戦を繰り広げた。 ロサンゼルスレーカーズのエルジンベイラーも彼のディフェンスに苦しめられ涙を飲んだ選手の一人である。1968から69シーズンにはオールディフェンシブセカンドチームに選ばれている。1973年に現役から引退した時彼の手には8つのチャンピオンリングがあった。彼よりも多くのチャンピオンリングを持っているのはチームメートのビル・ラッセルとサム・ジョーンズの2人だけである。 NBA 通算成績は13シーズン916試合の出場で8766得点5798リバウンド9.6得点6.3リバウンドだった。1973年から4シーズンの間、コーチとしてハーバード大学バスケットボールチームを指揮し40勝60敗の成績を残した。サンダースは同校が所属する。 IB ーリーグ初のアフリカ系アメリカ人ヘッドコーチだった。1977から78シーズン中、トム・ヘイン・ソーンの後任としてセルティックスのヘッドコーチに就任。翌シーズン序盤までフルスを指揮したが、23勝39敗と成績は振るわなかった。1988年からは NBA プレイヤープログラムの副社長に就いている。ありがとうございます。